これ立てたいんだけど自立心がないんかな。え、どうしよう。ここに置いたらここに打つ。てけ、ちょっと待って、スタンド持ってくる。キャンペーンが始まりますね。あ、キャンペーンじゃない、イベントです。イベントが今日から始まるんですよ。ちょっとこの椅子はちょっとダメかも。いや、映るけどミュウの座高が低すぎて。よいしょ。なんかピンポン来たよ。こんにちは、ダリンハットさん、200回目の方もありがとう。お疲れ。ここは今現在キッチンなんですけど、サイバーおばさん、ハートありがとう。今日からあのイベントなので、あの応援お願いします。あ、ちょっとミューは結構やっぱり先輩とかもいるんですけど、あの3番目に入れるぐらい頑張りたいので応援お願いします。こんにちは。ミューポー2週間続けて今日も学校のことを頑張りました。お疲れ。今日まで新さん100回目の方もありがとう。そう、今日はね、何の日っていうことで、今日はなんだっけ、あ、そう、鬼の日じゃないですか。なので、そう、作りたいものがあってね。みえは料理もすること好きなんですよ、結構。まあ、やっぱお腹すくっていうか、まあ、好きだから食べることが好きなので料理することも好きなんですけど、ここで一回髪の毛整えるけど、ちょっと待って。ムームさん、100回目の方もありがとう。ハッシュタグともちさん、ありがとう。学習結果発表会がありました。眠かった。学習結果発表会。ブイフォンさん、100回目の方もありがとう。皆さん、なので、イベントの応援お願いします。マジで頑張ります。ユウさん、ラッカさん、ありがとう。チャンタさん、ラッカさん、ありがとう。あ、節分、それです。ニッサン、クリミー、ラッカさん、ありがとう。チャンタさん、虹色の星、ありがとう。柿汁、ありがとうございます。ニッサン、ハート、ありがとう。そう。やっぱりいっぱい食べるから作る方も好き。ちょっとね、鏡見てちょっと髪の毛整えてきますね。神様、お母さん、西さん、ハートありがとう。そう、絵本巻き、神寺さん、博士ありがとう。あれ、ミロスリッパがない。よいしょ。ありがとう。ハッシュタグともちさん、博士ありがとう。ハッシュタグともちさん、博士ありがとう。こんにちは。何が対象なの？対象ギフトはないと思います。ないと思いますっていうか、多分全部対象だと思います。 C さん、ダルマありがとう。ハートもありがとう。カイさん、落花生ありがとう。
そうやっぱり出だしが大事だと思うので、そう7時から20時までぶっ続けで1日3時間しかできないのでぶっ続けで3時間します。ちょっと待って、なんかこのエプロン長いんだけど、目のリッパは、なんかどういう感じかちょっと見る。ミュの顔面がちゃんと映ってるか映ってないか。そう、私の家はね、ここにカーテンがあるんですよ。そう、ちょっとよくわからんですね。よいしょ。ちょっとなんかむずいこれ。よいしょ。よいしょ。神様。今わかんないからそれしようか。今だけ。今だけでいいか。それじゃないけど。滑るから。後ろでも違うんでしょ。え、ナイス。こうでしょ。よ。で、今日は2月3日なのでこの鬼をつけます。ごめん、投げてあげようか。やめて、後ででいい。今いい。よし、ということで、これいらないかも、邪魔かも。ありがとう。そうでいい。うん、ちょっと一瞬ね。そう、あとあとでさ、モモの相撲ちょうだい。え、写真撮らんにゃいけんけ。 X 用のカイさん楽せ、ありがとう。なんかここだとちょっと顔面があんま見えにくいと思うんですけど、光がないっていうか、まあ、いっか、そんなん気にしないみたいな。エプロンでよ、今日はみーがみんなのためにご飯作ってあげます。みんなもう買いました、買いましたっていうか食べる準備してますか。そのそれをなんだっけ、恵方巻き、ユニャン、鬼は外、ありがとう。よいしょ。ユニャン、福アーチもありがとう。福アーチ、ユニャン、落花生ありがとう。ハートもありがとう。ひな、ひがなおさん、フォローありがとうございます。おつぽん、よだれかけじゃないから、そうですよ、いいでしょう。なんか料理できそうな人間ですね。ちょっと前髪が気になるから固めようかな。トラトラさん、ありがとう。だるま。絵本巻きある。あ、もう準備してるんですね。じゃあ、みんな絵本巻きはもうみんないらないんだね。いいよ、もうみんな見えように作ります。3位内でも最終審査室で、そう、3位になりたいです。応援お願いします。今5位ですね。おつぽん、料理できそうな、みんな応援お願いします。3位までに入りたいです。ガチで頑張ります。今日から9日まで。北さん、落花生ありがとう。応援してる、ありがとう。カコピン、だるまありがとう。ちょっと前髪を固めたい。やっぱ料理集中したい時って気合が大事だと思うんですよね。なのでちょっとね、絵本巻き感じで描ける。え、描けない、ちょっとわかんない。ガチで頑張ります。間違った、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 間違った。これキャンペーンってどうやって見るんだっけ。キャンペーンじゃない、イベント、イベントどうやって見る。あ、これか。一緒に頑張ろう、頑張ろう。応援お願いします。ピンダルマありがとう。かわいい。佐藤さん、ハートありがとう。うわ、みんな発信してる。ちょっと声でかい。なるほど。なので私は頑張ります、私も頑張ります。カゴピンダルマありがとう。シンさん、虹色の星ありがとう。なのでこの9日まで、まあいつも面白い配信をしようって思ってるけど、9日はマジでいろんなことを考えてるので楽しませます。なので応援お願いします。いいね、表記1票。佐藤さん、福は内ありがとう。親父生活さん、虹色の星ありがとう。頑張ります。おつぽん、カゴピン、だるまありがとう。でもまあケープ持ってきてくれん、あっちにミュの黒ケープがある。カイさん、落花生ありがとう。え、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 何するの。
うじゃけど、じゃけ集中ができんけ前髪のケープ貸してか、あの持ってきてって言って、手当てよ、うん、まだ何も始めてないけんね。ベント中です。お、お庭外いっぱいありがとう。ベント中ベント持っていこうか。うん、鬼は鬼、あ、間違えた、キレキレ言っとくよ、ありがとう。トゥ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 、あ、そうだ、お料理しますって書いてある。感じで、なんかやばいね、めっちゃめっちゃ家って感じ。ファゴピンダルもありがとう、アイさん、ラカセありがとう、ありがとう、ミンシギさん頑張って、カムサムニラ、ファゴピンダルもありがとう、頑張ります。お姉ちゃんはお出かけしました。私が自腹で買った黒ケープ、愛してます黒ケープ、いきます。みゆのいつもの戦闘体勢はまずここの髪の毛をいきます。ケープめっちゃ苦手なんですよね、怖い、ちょっとSG しました。じゃあそしたら早速ね、やってみようかな。じゃあちょっと一回手洗いますね。飛びてるさん、落花生ありがとう、スバルありがとう、お庭外掛け銃ありがとう、ツボン、ツノ生えました。あとで一回、この3時間ぶっ続けでやってる時に一回、ちょっとあれします。X の投稿しないといけないので、しますね。マスオさん、ナオキさん、落花生ありがとう。今日は絵本巻きを作りたくて、あと時間があれば、いちご飴も作りたいなと思ってます。マスターさん、ハートありがとう。シールさん、ありがとう。はじめまして、直樹さん、だるまありがとう、マックスさん、一回目の本もありがとう、おでん屋さん、おにまさとありがとう、福はうちもありがとう。そう、まあね、今日といえばの料理をいきますよ。もう言っちゃったけど、まず用意するものは、ちょっと漢字が読めないんですけど、のり、これ大事ね、これポイントで、福岡レタス、そしてキュウリ、卵あったかな、卵何個いるんだろう、3つ、まあ3つらしいので卵3つ、え、じゃあ教えてやり方、サーモン、あ、サーモンもうなんだけど、卵先に入れて、卵先、これが卵らしいです。ボール、あ、どうした、あ、ラム君がカタンキ落として激突した椅子に、もう、あ、大丈夫、椅子いない、そしたら元栓つけて、キャンって言った、よいしょ、リカちゃんありがとう、クマちゃんの柿にありがとう、あなたの顔とても可愛い、卵とりあえず割れる、 Thank you、 卵割れる、卵めっちゃ割るの、前見ててみんな、ポンさんでハートありがとう、大きい方は酢飯作りたいから、そっちちっちゃいボウルに卵割った、
ゆたりやつのりちゃんのペアテンポですか。ゆたりやつは3人ペアがあるんですよ。3人またミューバー3人変わるんですけど、ヒータンと最初かすみちゃんで、次ヒータン、その次がりっちゃです。りっちゃまです。ポンさんハートありがとう。じゃあまずこれに、ちっちゃいボールに、このボールに卵を手洗って、手洗っていきます。大丈夫ダム君、ダム君大丈夫、足痛いね。違う顔激キレイキレイで手を洗います。だし巻き卵、だし巻き卵を一回作って、これ見て、目見える、見えない。卵三つ割って、卵三つ割る、してきれい。白だし1、水、そこは台所、そうだよ。なる先輩さん飛行機ありがとう。みんな応援お願いします。自分で3時間ぶっ続け、そうです。私映さんも大丈夫、大丈夫。あっぽん、ハマキは作ったことありません。くるみちゃん落花生ありがとう。あるんじゃない、ないよ。 卵何どうする、割れる。 You are so cute, thank you. 頭で割る。じゃあ卵割ります。卵はめっちゃ割るの、毎日ね TKG 作ってる人間としては、まあ余裕かなみたいな部分ですね。割るとこ移してあげた方がいい。まあ1個目はこんな感じです。あ、割るとこ移して、あ、私、あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、なんかいい見せ方あるか。ちょっと難しいので諦めます。こんな感じ、1個目、はい、うまいね。2個目いきます。無理だった。え、マジでうまい。だいたい3個目がいつも失敗するので、なんか殻入った。これ殻、うん、黒い点々、指で見える、手で見える、手で見える、これいや、違うと思うけど、取れたら取ってほしいから。まいっか、みーが食べるんだし。え、うちなの。え、そうじゃけ、みーが、みーの家族しか食べないから行くな。え、バッチリ嫌だ。バッチリとか言わないの。こんな感じです。あ、ちょっと見えない。はい、まじでーす。ちょっと見えない。白だし、白だしいきます。待って、はい、そこに書いてるでしょ、大さじ、これ書いてるでしょ、だし巻き卵はなんて書いてる、卵み、本品大さじ1、水 30ml、 大さじ1ってこれ、うん、15ml、 1個入れて、2個入れるの苦手なんだけど、うん、白だしを、はい、いや、うまい、うまい、うまい、これを入れます。それ何 cc か分かる、書いてる、50ml。 嘘でしょ。え、 50ml って書いてる、違うよ、 15cc。 海苔がないと、そうですね、30分かる。ひろゆきさん100名の方もありがとう。ちょっとコメントがね、全部はちょっと見れないかもしれない。プロの姿初めて見た、本当に。ちょっとここにね、いるんですよ。なる先輩さん、花束ありがとう。こんにちは。料理できるイメージないから見せてきて。え、料理できるイメージない、ガチ。みんな応援お願いします。させなかったからね、手怪我しちゃいけんと思う。え、そう、みゆ小学校の6年生まで、違う、中学1年生まで乾杯なんかダメって言われてたんですよ。料理をうしちゃいけないって言われてたのね、ママに。怪我しちゃいけない、体操やってたから怪我しちゃいけなかったから。ダメじゃないけど、一人で勝手にしないでって言ったの。まあいいから。こんにちは、わさびさん、深内ありがとう。だし巻き卵はまあ簡単、うん、これで、うんと、うんと、計量カップ水 30ml、 下にないかな、乾燥機。これ目見える、40しかないよ。だからそのちょっと下、
そういうのが難しいからさ、ちょっとじゃあ水をね。ああ、いやいやいや、こっちでいいよ。大丈夫、映んない。映んない。え、30って何？あ、40になった。閉めて。部屋干ししとるけ恥ずかしいね。部屋綺麗だけどね。ヒーボースーさん、ハートありがとう。片手では卵割れません。ハートもありがとう。学校中の STU9876 さん、ほらありがとう。マスターさん、ハートありがとう。はい、ことで作っていきます。みんな応援お願いします。イベント中なのでめちゃくちゃ応援お願いします。ちょっとこれが多すぎました。40ミリリットル。飲むの？だって綺麗な水だもん。これでいい。浄水器の？うん、これ開け入れます。はい、たら丸いやつで潰します。ちょっと斜めにして。あ、卵の殻入ってる。嫌だ、絶対嫌無理、全然甘くないやこれは卵の殻じゃなくて、なんかちょっとわかんない。え、ちょっともうちょっと可愛らしい、できる女子風にしよう。じゃあ、ご飯作りね。無理、コントでしかない。こんな感じ。あんま匂いはね、美味しそうです。飲むとかありえるやん。だって、いいもん。町の電気屋さんに虹色の星、ありがとう。料理に設置した方が本当に、でもしたらなんかさ、悲しいじゃん。みんな応援お願いします。え、この木かけた方がいいかも。え、作れる。本当に作れるか。ガチで今回のイベントはなんか前のイベントはなんか悔いなく頑張ったけど、やっぱり目標は写真に雑誌に掲載していくことが夢なので、今回絶対ちょ静かに3位までに入りたいと思います。え、掲載されるの？写真集じゃない？金鹿さん、誰もありがとう。そうだよ、汚ねとか言われてるんだけどお店ならって、だからうちの家族しか食べないからいいんです。普通だからこれ多分ね、あれだよ、みんなやってるよ。みんなだから。あれ、先輩さん、誰もありがとう。ハロー、アイムフロムインドネシア。ハロー、ナムセイミュー、トロンパンディサミポン。Thank you。ツポン。で、下で、うまいのか。なんか手元が全然こう、つらんの。それは知らない。メイプも何の絵本巻きが好き？何の絵本巻き？絵本巻き、そんな食べないですね。3本かな？ 3 本しかないよね。まさちさん、ハートありがとう。本当はこれ作ってほしかったんだけど、あ、節分だと思って。よし、これで、はい、できました。混ざりました。これ見せれないんだよね。いいか。はい、これは応用しない。これをちょっと、でも汚いんだよね。焼かなきゃいけない。これを外カメで、でもしたらなんかちょっと汚い。あ、もうむしばが映る。むしばは見えないですよ。あ、のりつけたらいいんじゃない？いや、あの小学校の時やってた。歯医者さんずっと言ってたから、あの矯正してたから、今は一回ストップしてるけど、矯正してたから、はい、あの虫歯ない。行かなきゃいけない。大人の歯が全部生え揃った。ハチさん、ありがとう。飛行機、じゃあ卵焼き作ります。少し剥がしとかそうかな。ちょっとね、汚いですね。ここがちょっと汚いけど、まあいいか。え、映るそれ？うん、ちょっと映る。学校名まで映らんよね、時間割とか貼ってる。大丈夫でしょ、さすがにね。まあ、じゃあ行きます。え、ちょっと待って、昼ちょっと仕事やった。 お疲れ様です。白だしとか取って、危ない、溶ける。溶けるの？いや、ケープも取って。油ある、引いて。よし、そしたら油を引きます。その前にコーラ飲みます。
たら。油ってどこ？え？キャノーラ油入れます。キャノーラ入れます。どんぐらい？どうやってすればこれどんぐらい入れる？少しぐらい？あ、入れすぎた。数回か2回に分けて焼いてみて。どうやって適量とか言われたらさ、限度が分かんないから、それで怒られてもさ、わかんない。火は3ぐらい？3か4で、2回か3か4。ズンさん、落下生ありがとう。3回か2回に分けてた。ズンさん、ハントありがとう。もうちょっと下がっただけ音がつんだけど、下にも気になるんですよ。無理だね。あ、じゃあこれを、あ、外紙にすればいいんじゃない？私が取ればいいかな。ただーん、こんな感じです。今でも今油しかないから意味ないじゃん。今油しかないので、あ、ちょ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 、油しかないので意味ないね。こんな感じで何もしてない。もうちょっとちょっとなんかいい感じの時に。桜美和さん、フックありがとう。どっちでもいいよ、3回か2回でシャララララララ。桜美和さん、落下生ありがとう。ヌングさん、フォローありがとう。コバさん、ハートありがとう。ハチさん、ハートありがとう。なのでみんな、これ、これ入れていい？もういいかな。てか、油多くね？多すぎた。じゃキッチンペーパーで取って。もう無理。最後、もうやめたい。みんな、イベント、応援お願いします。今日はね、料理をね、やってるんですけど。待って待って待って、ちっちゃくたたんで。料理を、もっと半分、する。ことを今日は楽しい、なんかみんなが楽しめるかなと思って。4位まで27,000。応援お願いします。3位になりたい。今日は3位目標。全部と何だろう。今日の目標は3位。こんぐらい？見えない。あ、いいと思う。いい。全部取ったんだ。油はいらないから。あ、ちょっと。いいか。よいしょ。2回か3回は任せる。まだまだ終わってないのか。失敗の成功のもとだから。今はなんだっけ、油じゃなくて卵のやつ作ります。だし巻き卵作ります。新人枠と通常枠が違って、研究生と違うんですよ。研究生と正規生産とまた別なんです。じゃあ入れます。全部だから今言ったように2回か3回に分けて巻いていく。はいはいはい。フライパン置いたままでいいよ。違う、みんなに見える。こんな感じです。あ、今はさ見せればいいね。だし巻き卵だよ。これをこうして、こうして何でやるの、これ。菜箸でプツプツいってないから。ぐるぐるしていいの？プツプツいってないでしょ。どうすればいいの、教えてみんな。マジでできるの？何できないよ、こんなん。わかんない。あ、こうか。あ、でもスクランブルエッグになるよ、これだったら。だから、あまり触らない方がいい。じゃあ、いいか。こんな感じで、ストップします。色がさ、白っぽくなってきたら、負けそうな時。もう白いじゃん。まだ負けそうのない。じゃ固まってないでしょ。ポヨン星人さん、落花生ありがとう。え、でも穴開いてない？うん、なんか穴開いてる。じゃあ、これ入れて。じゃあ、残りいきます。あ、全部じゃないよ。知ってる。やだ。なんかさ、やめて。そしたらミーが下手くそみたいな。IH って何？見せながらいつか失敗した。確かに。でも多分ミー映ってないよね、これ。こうしないと。ミー、こっちに集中しすぎて映してない。え、これスクランブルエッグしか見作ったことないんだけど。あ、やばい、穴開いた。なかった。ないよ。もう記憶がないもん。記憶がないからない。みんなミューの配信見てなんか笑顔になってほしいですね。あれ、お姉ちゃんが作ってたんだっけ、よく。うん、
え、オムライス作ったのってお姉ちゃん、姉じゃない、うん、結構オムライス作ってたのってお姉ちゃんか。みんなイベントの応援お願いします。今日は2月3日なので応援お願いします。大事ったん、落花生ありがとう。こんぐらいでいい、うん、全部入れる。手前に巻いていくんだけど、ちょっといけるか、ちょっと先だけ座ってみて。え、なんかビヨンビヨンだよこれ、大丈夫？じゃあまだ、なんかまだか。でもちゃんとそっち側映してる。なんかさ、あの、はい、IH だけさ、はいはい、さっきさ、急にやるって言ったけど、ダメ先輩さん、落花生ありがとう。あんま汚いとこ映さないでね。オムレツ作るの、オムレツじゃない、今は、あの、今日は何作るんだっけ、落花生じゃなくて、あ、今日恵方巻き作って、今は何作ってるんだっけ、だし巻き卵作ってるんだよね。じゃあいいかな、もう、え、いい感じじゃない、なんか煮えてきた、手前に巻いて、お、お、お、いける、え、なんか無理、一回置いたら、スマホ置かないと巻けないでしょ、置ける、こう、はい、いいんじゃない、もう一個いかない、一回置きな、じゃあ一回取って持たないと、じゃあ一回ちょっとマンホンに向けて、うまいじゃろ、火弱めよう、うまいじゃろ、火やめようか、焦げてきてるよ、やばい、一旦さ、手前にしよう、こういうの初の試みすぎて楽しいの。そしてできた、一応女子だからできるよ、で、やばい、いいよ、もう一回、もう一回するから、グーって前にやって、移動させて、それを、はい、前ってどっち、こっち、うん、こう、そうそうそう、うまい、見て、残りの卵を全部流して、ね、え、これママの真似していいかい、いつも見とる気分かるよ、見とってよ、これでしょ、あ、そう、こうでしょ、そう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 、こうでしょ、はい、ずらして、そう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 、上手い、上手、上手、上手い、微笑ましいね私ここにいなきゃいけないの、わかんないの作り方、やっぱ料理のセンスありますね、待って、そこやばい、そこは明日なんかする、料理そこ剥がしとこうか、恥ずかしい、これ外さんでいいよ、お父さんとお母さんへ、お父さんはいつも仕事頑張ってるね、外さなくていい、紹介しちゃうと紹介しちゃう、なんかさ、捨てられなくって、あ、もう薄い、薄いか、なんで捨てようとするん、逆に、巻いていいよ、巻いていいよ、待って、見知ってるから、よし、穴があった、ちょっとさ、熱いから、あ、割れた、いいよ、やばくない、めっちゃやばくない、うん、あ、もう火止めていいよ、はい、余熱で、あ、でもうち火事ならん IH だけ勝手に火が止まるよね、実はちょっと、あ、火事なりそうってコメントが、私も今つけてるよ、変なの映ってないかなと思ってえ、負けないあ、いいの、もういいよ、それでいいよ、ね、食べていい、端っこ、うん、両側にどっちか寄せといて、置いといて、そこ、そこあったっけ、あ、隣に移すとか、はい、かほっとこうか、それ冷めるまで、はい、で次に酢飯作っとこうか、うまっ、酢飯、こんな感じでした、うまくない、普通に初めてだよ、え、キュウリも洗うところからだし、待って、こんばんは、ね、先輩さん、グーグーありがとう、怪我しんでね、ありがとう、ご飯来た子持ち、ミスすぎ、ごめんね、コメントあんまり読めないかも、やっぱり料理作りながらコメント読むのはちょっとハード、ごめん、いっぱいいっぱいうまっ、ごめんね、なんかさ、喋ってくれればいいのにね、コメント、あの、シリーみたいくさ、ヘイシリーみたいくさ、なんか、なんとかなんとか、そうだねって、次の作業しようか、できればいいんだけど、あ、はい、
そしたらご飯食べていきます。違います。酢飯。ママにコメント読んでもらえばだって。確かに。え、ま、読んであげようか。ママポンの指示を無視してるってこと。無視してるじゃなくて集中しすぎて聞こえてないんだよ。これも適量で言い方変えてたのね。適量とかむずいからやめて。えすんさん、イエポンタさん、ありがとう。え、どこかで読んでない。飛行機読んであげる。怪我しないように頑張れから。イエポンタさん落下せ、ありがとう。スポンスポン。違います。じゃあ寿司。寿司何これ、なんて読むの。寿司図。寿司図。えどれ、寿司図でしょ。他になんて読むの。寿司図いきます。敵、待って、ちょっとずつね。うわっ、それこそ味見ながらね、敵混ぜて味見ながらちょっとずつね。味食べていいのこれ。いいよ。え、どんぐらい一周。うん、ご飯いっぱい炊いてあるから。え、酢飯好きなんだよ。待って、どこどこまで、どこに、最初の方しか読んでないの。うん、桜大根とか、酢飯好きじゃっけさ。ちょくちょく切れる。切れてないよ、完成楽しみ、本当に。今は全部読み切った。え、読み切ったの。寿司飯作り、そうだよ。マーブルさん、ほら、ありがとう。じゃあ食べていいかな。酢飯作りから、バラ、キャー。もう、棒読みすぎ。マップルさん、ほら、ありがとう。漢字の勉強にもなるな。もうちゃんと読んで。え、ハッチさんのさ、ヒヤヒヤ顔4つ。もういいから、そういうのは違う。もっと言い方考えて。え、今度その通り読んでるだけなんだ。ママさん頑張って、頑張ります。ママ、え、ま、待って、なくなまあご飯あるけど、もうちょっとだな。入れすぎたらでもさ、酸っぱいよね。そのまま食べな、そのまま食べてってママに言われたので、私はママの指示に従ってます。いや、違う、ちょうどいいこの相方が味見ながら、そう、なのに食べるなって言われちゃった。どう思う。やだ、親の顔が見てみたい。見せられる顔じゃないので。何が？あ、そのしゃもじ僕も使ってるって、100均だよ、ダイス。そう、これみんなおすすめだから一緒にしよう。立つからね。立つし、その穴が、空洞が、このでもキティちゃんもあるよね。あ、いろいろ、へないっぱい、なんでこうなるの。なんかあるの。ママがいっぱい買ってるからでしょ。ママさん推しです。なんか米が、なんかこの後ね、こんなの見え風に。トレさん、ハート、かきじん、もうやめて、もう、あトラさん、ハートありがとう。もやし生活さん、ペンライトありがとう。みんな、イベントの応援お願いします。今日は、今日の目標は3位になることです。ナーツさん、ほら、ありがとう。やだ、それはやだ。ミューポン、唾液量産したら絶対やだ。もうさ、やめてくれないかな。怒ったら怖いよ。あんまりこねたら団子見たくなっちゃうから。もう団子みたい。さっくり、嘘てか味見るのに大口じゃない。うまっ。え、ちょっと待って、味ちょうどいいの、うん、酸っぱい。待って待って、いや、ちょっと手でいいわ。あ、ちょうどいいんじゃない。うまくない。うん、天才って言われました。何でやるか、やめて、やめて。あとやり、あとやり。だって鬼は外でしょ。また別の時にやりたい。ちょっと今は違う。え、でも今日節分だよ。そう、今日だけど時間を19時ぐらい。今違う。だっていっぱいなんかさ、落花生投げてくれるから、私がミユに、あの、みんなが落花生投げてくれた、私がミユに落花生投げればいいんじゃない。でも今は違う。今料理作ってるっけ。あの、なんかそういう時間は違う。時間によって変えたいもん。ミユに好きなようにさして。エジータ、落花生ありがとう。ホームワークつけに、あ、合ってる。スバルありがとう。そう、気づいた今日。今思ったんよ、さっき。普段投げないと私。エジータ、落花生ありがとう。できた、酢飯。ちょちょちょ。ご飯足りる？もっとやる？サマサマ先輩さん、ペンライトありがとう。どんな？試食？それ。そしたら、酢飯できました。本当は全部食べたいんですけど。3本か4本できそう？足りない？え、これ1本しかできないよ。え、じゃあもうちょっと足す？うん、ちょうだい、ご飯。え、でもさ、そしたらもさ、またさ、なんか作るの難しくない？味見ればいいだけじゃん。冷まさんといけんけ。いや、でもご飯足すなら食べていいよね。いいよ。うん、食べる。え、でもさ、無言で
恵方巻きって無言でさ、その年の方角見て食べなきゃいけないから食べきらなきゃいけないよ。できる？ちょうだい。みゆの胃袋舐めすぎだよ。ま、バイト終わった。ひな、お疲れ。今日も食べすぎ。なんで？食べすぎってない。りかさん、らかせありがとう。味見ってレベルじゃないんだよ、味見だから。いいね、これなら、まあ、3個は作れる。4個だよ。これを混ぜます。これまた、また酢飯の入れないといけない。ちょっと待って、団子作るんじゃないんだけど、さっくりとか分かんないから。切るように、切るように。それ包丁だと思って切るように、こうざっくりざっくり。こうちょっと待って、寿司酢入れてないよね。あ、忘れてた忘れてた。じゃあいきます。何のために入れすぎ。いや、これでいいんだよ。さっきこんぐらいだったもん。美香さん、落花生ありがとう。トラさん、ペンライトありがとう。私はイナネシアにきました。ハロー。お手とちっちじいさん、落花生ありがとう。はじめまして、私のみは、はじめまして、私の名前は梶原美優です。今、STU48 でイベントをやっているので応援お願いします。目標は 3位までに入ることです。期間は今日から、9日の3月9日の19時59分までなのでお願いします。りょうさん、ほら、ありがとう。名前は？今言ったよ。一応答えて。さっき言ったよ。梶原です。あ、梶原美恵です。身長は？156センチだと思います。血液型は？ AB 型です。体重は？いや、もうダメダメダメ。靴のサイズは？靴のサイズは 23.5 です。好きな食べ物は？好きな食べ物はウニ肉組です。血液型は？今言ったよ。あ、言った？特技は？特技は、体操、機械体操だったので、バク転とか I 字バランスとかが好きです。お料理頑張ってください。じゃあ食べていきたいと思います。うん、手についてる。本当はちょっと足りないね。でしょ、うん、やっぱ4位まで36,000。ねえねえ、腕ん、お、ここご飯つぶつぶ。あ、取れた取れた。腕、手首に。4位まで36,000ポイント。どんどんちょっと離れていっちゃう。頑張ります。何か3サイズは何？3サイズって、おっぱい、ウエスト、お尻。やめて。え、何？ダメなんよ、そういうこと言っちゃう配信で。バンされちゃう。りょうちゃんさん、ほら、ありがとう。マジでやめて。はじめまして、イチョウさん、落花生ありがとう。ひな、落花生ありがとう。ユッキーさん、ほら、ありがとう。ひな、ハートありがとう。体重48kg、そんな重くないし。マチさん、ハートありがとう。マヤ生活さん、ペンライトありがとう。そのうちおにぎり。あ、てかそれこねないでって言ってる。こねてない、混ぜてる。もういいよ。え、なんで一緒に見てない。ママの身長は164、165ですね。気が向いたらアイジバランスお願いします。じゃあいつか。ちょっと誰が会うの？私。本当？うん。反抗期はだ。どこが？え、もう次の作業取り掛かったら、だって8時までしかできないんでしょ？そうだよ。ちょっと待って。やばい。せきしないで。せきしないで。やばい。やばい。え、ご飯出す？むせちゃう、むせちゃう。いや、大丈夫。え、やだやだやだ。大丈夫。リーが無意識に力入れずに食べたから。お姉ちゃん出かけたやん。絵本巻きいるって言ってた。うん、いる、作っといて。キックバックさん、あと落花生ありがとう。背高い。パンパンとリズムね。タタタタってシャット。タタタタタ。じゃあちょっと食べます。うん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 、いい感じ。
ミュウさ、バズランケさ、可愛い写真っていうか体操やってた時の写真送ったじゃん。うん、あれ投稿したら、あれ激痩せだったね。トロフィー持ってるやつ可愛かった、載せてほしい。私お願いします。はい、お願いします。ありがとう。なくなるよ、確かに。ふなさん、落花生ありがとう、ハートもありがとう。今日は3位になることが目標です。今5位なので買った方が早い、作るのがね。でも今日すごい倍の値段したの。そうなんだね。で、なんか、あーピピピ、じゃあマイカ次行こう。え、したらご飯がこのぐらいあるのでみんないりますかね。カレー、みんなに3ミリぐらいずつ。カレーの方が良かった？難しい絵本。あのカップルも、このカップルも難しいかな。つまみ食いではないよ、つまみ食いでは。え、ちょうどいい。うん、ちょうどいい。これで1、2万2個ぐらい。あと野菜洗って巻くだけじゃけん。え、もう終了？私向こう行っていい？うん、ね、キュウリ洗って切ろっか縦に。うん、それできる？できるから。あ、サーモンも縦に切らないと。3本サーモン。あ、もうそこ映るかも。え、まずい、それはまずい。ここ広いさん、落花生ありがとう。え、今日いちご飴作れる？このまま見るの嬉しいだい。ガチ食いでも、だってみゆ、これであと野菜洗って巻いたらもう終わりだから、そんな時間かかる。あれ、キュウリそっち置いた？キュウリここあるよ、みゆの大好きなキュウリ。これ食べていいかな。1人4本洗ってヘタ取って4つに割って縦に。うん、できそう？聞いてなかった。え、飲むの？ね、美味しい。ちょっと待って、なんかさ、あ、服いっぱいありがとう。お嬢様っぽいように。お嬢様だよ。わ、この子により作ってもらいたい、癒されたいような感じにしようよ。ねえねえ、あ、ちょっと待って、いくよ。じゃあシチュエーションね、シチュエーションは。ちょっとキモい。ねえねえ、ねえねえ、ご飯作ってあげようか。今日は2月3日節分、作ってあげようか。こうして、作ってあげようか。いや、こう作ってあげようか。みんなにいらないとか言わ。先輩さんバラありがとう、トラさんハートありがとう、スバル福内ありがとう、かけじゅう。じゃあキッチンペーパー用意して、そこも。そうだね、キッチンペーパーで。え、キュウリ洗って。キュウリ洗います。え、どういう包丁でいく？ん、いつものやつ。うっ、買った。いつも。なんで、ね、それイノスケじゃん。あ、めっちゃ気にそう。大丈夫、慣れてる。包丁はハサミあるよ。ちょっとなんかイノスケかなみたいな。自覚やめよう。カニフミオさん、落花生ありがとう。ひろしさんありがとう。ミーブキッチだけやっぱちっちゃい、ちっちゃい。はい、こっちにしよう。じゃあいつものやつで洗って、キッチンペーパーに拭いてみる。袋を包丁出して、キュウリいきます。お、洗った？洗ってないよ。今からだよ。じゃあ洗います。大事な、大事な。これどうやって種取るの？取らないよ。え、なんかおまけキュウリだけ種取るんだよ。そうなんだ。じゃあこれ取れない。トゲ、これ取れないの？あ、トゲ取れるよ。取れないよ。取れるよ。それはキュウリに。え、取らなくても食べれる？うん、もし取るんだったら。取らない。包丁の、だって食べる部分がなくなるじゃん。いやいや、貸して。少なくなる気、やだ。少なくなる。いや、なんで、もしやるんだったらこうやってね、逆にやって。いやだ、危ない。ねえ、身が削れる。削ってるんだから。削って、削っちゃダメなんだよ。これポイして、したら拭いて、ゴミ捨てて。激うまくなくせありがとう。燃えゼリフはまだ早いって。燃えゼリフとかできないから。じゃあ拭いていきます。もろかったね、サチ見てないよ。え、わかんない。え、なんかお兄ちゃんっていうキーワードがあった。兄ちゃん、123落花生ありがとう。民宿のキツネさん、ほらありがとう。
角生えてて笑顔は違う意味で可愛いな。フォロワー数が2901人だって。嬉しい。何がフォロワー数で、X? 毎日配信、いや違う、あ違う X だったらいいよね。あ間違えた X じゃない。ショールームので毎日配信が今日で291日目だ。365日までまだまだだな。そんなに丁寧に拭かなくてもいいの？いやこれはね、水切りが大事だから。え、なんか初めいちご配信するって言ったよね。いちご飴配信、いちご飴配信はこの作り終わって時間があればしますね。なかった。でもみゆのこんな遅い予定じゃなかったので、あともうちょっとなんかスピーディーに、私喋らなきゃ思うがままに作ってみた。 OK。ゴミ捨てるね、ちゃんと。自分で作る気大丈夫って言われた。いきます。じゃあキュウリ切って作ってあげようか。3時間後まだ一生作り終わらないかも。うん、こんにちは。Make it up, be 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 my darling。 じゃあ切りますね。コメント読めなかったらごめんね。ママは今からあの思うがままに作ってって言われたので静かになります。やっぱりもう静かに。ちょっと待って、下手、もったいない。そんなに切る、ちょこっとだけよ。うまっ。あ、これはね、え、どうやって切るのこれ。え、縦にこう、違うよ、こうか、巻くんだよ。あ、こうか。あ、危ない何に勝手にやらせたらほんまにやばい。猫の手して、猫の手。いや縦に切るんだから。びっくりじゃん。猫の手して。縦に切るんだよ。見て見て。おお。でハンドパワーで。ハンドパワー、バカ力で。いける？いける。せーの。あ、じゃあそれまた半分して。食べた。平らな方を下にして。グラグラしちゃうから、グラグラしちゃうから。そうそうそう。猫の手して。知ってるよ。ね、だからいいから一回静かにして。私なんか自分でやってみたいからこういうの。でもいちご飴昨日一人で作った、うん、練習で、うん、でも大失敗昨日あの配信でね、いちご飴を可愛く作りたくて、やっぱ上手って言われたいから料理、昨日一人で作ったんですけど、やっぱめっちゃ下手でした。見てください、できました。なんか斜めだな。他もいく？うん？一本余りそうだね。じゃあ食べていいかな。いいよ。じゃあこれやだ、見た目、これ食べる。うん、ゴミは捨てましょう本当に手元移したかった。仲良くやろうよ。それな、仲良くしようよママ。え、で怖いんだもん。だって今急に半分に切るだけで何をしようとして。あんまり触らないで調理中。はい、じゃあ手当てとか。え、サーモン食べたい。見せる？え、かじりたい。生かぶりしたい。見せる？待って、一回これやる。え、これどうやって切るの？飲みすぎてむずくない？どうしても無理だったら半分に切って。いけました、私天才なので。いきます。うわ、いかないよそれじゃ。いくから見てて。あ、やばいやばい。あいやこれ食べるね、うん、マヨネーズ取って。え、塩は？マヨネーズ。はい、もしもしあ、これ練乳だった
作れてないじゃん、どうすんの。もしもし作る気ないって書かれてるあるよ、あるからここまで順調なんだよ。順調なのか。キュウリの一番美味しい食べ方を教えるね、うん、この塩をつけるじゃん待って、塩めっちゃつけてるよ、白くなってるの。マヨネーズ、わーうわー、見せて。やっぱ元カッパとして。マヨネーズ垂れる。前世カッパの人間はこうやって食べます。歯が折れた何変なパキってでかい、でかい、え、でかい。待って、あ、なんかさ、料理配信、普通の配信よりおもろくない？え、私が想像してた配信と違うんだけど。時間余るって言ったよね、配信巻くだけでしょって言ったのに。おもろすぎじゃなかった。おもろすぎて鼻いてって書かれてる。嬉しい、ありがとう、笑ってくれて。飛び出てるのやばい、面白い。絵本が巻きの代わりにキュウリ。味噌つけてください、食べたい。だってリマヨネーズ派。頬張りすぎよとか、前代未聞とか。しかも鬼だし、普段より面白すぎです。だってこれ何の配信だって説明したら。何の配信してるの。お湯にしますって書いてるから、何を作ってるか書けばよかったね。ね、何の配信かわからんって。ねえ、もうすぐ1時間だって口の周り拭いてだってゆっぽ料理する気ないだって。これお料理かって言ってるよ。小勝さん、ほらありがとう。家が料理作らんけど6位になったんじゃない6位下がっちゃったよこれなんかどうやって見るんだろう、ランキングとか。お、え、5位違うんじゃない。ちょっとあれしようか、もう一回。はい、これなんかね、イベント一覧っていうとこうしたらこうやって最新情報が出てる。あ、越されちゃったんじゃ。奥田結菜ちゃんが4位。今6位。みゆはね、いや違う子を見ようかなと思ってひどっ。え、いちごちゃんが3位なんじゃね。転生したら犬一郎さんになってた。ケンさん、落花生ありがとう。え、今回のタワーすごい可愛い。ハットありがとう。ショールームってクマ好きなの。ショールームはクマなのよ。あ、そう、またクマちゃんタワーになってるよ。みんな応援お願いします。今回のイベント絶対あれになりたい、3位になりたい。前回4位で。え、リオちゃんどこ行ってる。国鹿さん、バラありがとう。車の中だよ、わかんない。え、でも鬼2ついる。ただ普通の料理配信と違うんでいいかも。本当に、じゃあいいかな。一回本気出すね。今までさ全然集中してなかったじゃん。そっか、なんぴちゃんがやりだしたっけ。ミー下がったんじゃん。頑張るミー。みんなに楽しいって思ってもらえたら。待って、全員タワー投げられてるのに、ミーもうちょっと頑張らんと。イベントはこちらで見れるんだね。一回閉じてから見てさ。なんかイベント多いんだね、ショールームって。カニフミヤさん、ハチさん、ハートありがとう。
メリハリミューズすごいでしょ、うん、一回集中したらもう一生集中してる。もう終わったよ、キッチンペーパーであの水分取っといて。はい、もうキュウリ終わった。あと次サーモンね。え、サーモン食べていいかな。で、卵もこれサーモンしたら卵も冷めたんじゃない。触ってみて。卵って触っていいの。次回だってそれ切るんだよ。それつないで入れる。入れない。じゃあ具は入れない。何、キュウリとサーモンと卵、うん、だけでいい。うん、レタスは。あ、レタスも買ってきて。あ、レタスそこにあるじゃん。あ、だからね、いけるの。こんばんは。そう、鬼なんだよね、今日は。いかんいかん。武くんだよね、とんがりコーン買ってきて、つけ指につけたらいいってね。私買ってきたよ、とんがりコーン。してるミュートペスタ。今回はイベントアスティオティキセフェス。そうなんですよ、イベントは新人枠と研究生枠、うん、と正規生産枠があって、みは新人枠に。お皿持ってきてあげようか。54さん、ハラありがとう。サーモン、こちらです。いただきます。マジで今回はマジで頑張りたい。マジでイベント頑張るので応援お願いします。ちょっと今6位になっちゃったので、ここから挽回します。いただきます。ちょっとリンクも。フレス5さん、ハートありがとう。ハートもありがとう。テテスヤリさん置いて。なにこれ、キュウリ。キュウリ置いて、サーモン切って、卵も縦に切らんと。8本ある。キュウリしたら、クリスフェブさん、かわいい、ありがとう。わさび大福さん、落花生ありがとう。タコありがとう。ミヤ、シュウキツネさん、虹色のし、ありがとう。応援お願いします。はじめまして。はじめまして、はい、翔太くん、ほら、ありがとう。こんばんは。これ、なんかね、とんがりコーンつけとこしって誰か、たけるくんが言ってたんだけど、思い出した。あ、落ちた。子供の頃さ、はめて食べてたよ。爪汚くなる。こんばんは。強そう、本当に。弱いよ、指入んないんだけど、どうしよう。入るやつと入らないやつ。ガオーってやってほしい。全部はまったの。絶対これ料理が終わったって言ってない？まあ、あるからいっぱい。まあ、一旦写真撮ってスクショタイム。角が見えない。じゃあ食べますね。
クショするときは動かないでよって書かれてるよ。あと切るのはサーモンだけだよ。ケルくん、マッカスいっぱいありがとう。マスターさん、ハートありがとう。まあ、ノラさん、ほら、ありがとう。ノラクロさん、マッカスありがとう。まあ、キャンペーン頑張るので応援お願いします。サーモンはけます。みー、わざと遅くやってるからね、一応言うけど。え、そうなの？そうだよ、本当はふざけずにやったらもっと早いけど、なんかわざとゆっくり、本当はこんな遅くない、わざとゆっくり遅くやってるよ。だって早くさやってさ何も喋らんかったら面白くないじゃん、見てる方も。なので面白い方がいいかなと思って、やっぱ楽しんでほしいし。ノルウェーさんだって。かわした。エマス、エムさん、ほらありがとう。かわした。かました？かわしたに向けて置いて。はい。こう？縦に切らない。じゃあ切ります。縦に置こうか。スラさん、はじめまして。縦にしよう。そうだよ、尺を考えながら配信してるから。じゃあコメント読んで、ママ。縦、こう。あ、こっちか。そうそうそう。あ、細長く切るんだよ。うん、知ってるよ。どこかだ。サーモンが売るって。スケモンさん、バラありがとう。サーモン、とんがりこんの味がしそう。手当たったね。おつぽん、楽しんでやろう。頑張るとは、わざと、ほんとかよ。できたかな。食べたな。こんばんは、スラさん、初見の方。尺を考えて配信してるからね。そんな、いやいや、お笑い予感しかないんやけどって。さすがミュウ、こんな感じ。あ、まあまあ切る、真ん中で。なんか長く切らない。はみ出たのもいいんじゃない。ダメ、やだよ、見栄えが悪い。あ、じゃあその糊の長さに合わせたら。確かに。いや、普通糊を動かすでしょ。ここやな。じゃこれ食べていいってこと？嬉しい。また食べる。また食べるんじゃないよ。だって余ったら。サーモン頑張って釣ってくるの？だって。釣りません。尺押しで。一回黙るね。真剣になる。え、このサーモン食べていいんだって。これこの部分。え、これどうした？どうやって食べよう？え、待って、なんで縦に切ったの？え、あ、なんでここに切ったの？うん、ここはあまり、あの、出る部分。やん、私、頭いいからさ。みんな、応援お願いします。マジで、今、6位なんですよ。コメント読んで、ママ。これ、本当に炙ったら絶対うまいよね。炙りチーズサンドみたいな。いただきます。早口言葉とか私苦手ないよね。チュッて。キラーズさん、落花生ありがとう。炙りカルビ、炙りカブル。言えない。炙りカルビ1,2,3 1,2,3 4 5 5回言える。炙りカルビ、炙りかぶり、あ、言えないわ。待って、鼻にマヨネーズついてるよ。てか汚い。ちょっと言って、そのみんなに見てもらって。やだ。え、かわいいって。絶対これバズるよ。写真撮ってあげようか。やだ。いや、言って、ちょっとだけかわいいよ。
んの、半分になってる顔が。何してんの。コメントを渡したさ、みんななんか作ってるし、縦に切ってって言ったんだよ。だから測ったらそこが余るところだったの、計算したら。どの計算。なんか鼻についてるんだけど。いつの間にマヨネーズ食べて作ってたの。今から本気出すね。ちょっとスタシガーさん、ハートありがとう。ハチさん、ハートありがとう。本当になんかどう、なんか自分なりにさ頑張ろうって思ってるけど。てかさ、それなんかホイップとかだったら可愛いけどさ。キラーズさん、ハートありがとう。マヨネーズ鼻につけたいの、分かっとる自分。これ何個ぐらい、細く切ってる。これ細い、包丁切れない、もしかして。切れ味あるよ、これ。そろそろ買い直した方がいい。こんぐらい太い、ちょっと。あ、これで横にしてこうか。頭良くない。フラペチーノさん、だるまありがとう。待って、普通のやつやる。普通の、ね、見て、ここでこうするじゃん。切れない、もしかして。なんか切れ味が悪い。ミューが下手とかじゃなくて、普通に切れ味が悪い。中に包丁入ってなかったかな。どう、待って待って、そっち包丁入ってなかった。あー待って、その手で。やって、自分で。え、だって映らん。なるほど、あるやん。5位まで43,003ポイント。映らん。映らない。待って、じゃあ包丁研ぐね。うん、パン。なんかやっぱサーモンが太いんですよね。ヘル先輩さん、こんばんは、ありがとう。今キャンペーンをやっているので、よかったら応援お願いします。あ、イベントをやってるので、よかったら応援お願いします。キッチンペーパーで拭いて。うん、てかそんなギコギコのコギリ見た時あんの。こんばんは、ありがとう。できたんだよ。うん、太くてよくない。手切ったら大変だから。ん、細くてよくない。あ、あれ、サーモンがってこと、うん、包丁がかと思った。大丈夫です。まだ切れる。僕最強だから。これでいい、食べないでよ。ピンポンの配信面白いからずっと見ちゃう。本当にごめんね、面白くなかったら。いや、面白いかなとかいろいろ考えて配信してるけど。面白配信を目指してるの。この子応援したいって思ってもらえるような配信をして。そう、でもなんかいつも見てくださってる人に関しては、 JK さんほらありがとう、なんか面白いなって思ってほしいから、いろいろ頑張って考えてるけど、それがもし面白くなかったら。色気がないからお笑いにするしかないって感じ。どういうこと。面白くないならごめんねって感じ。お料理します、恵方巻きを作りますってテロップ書いた方が良かったかな。無理でしょ、どう考えても。手汚れてるから。恵方巻き作ってます。エレベンさん、かわいい、ありがとう。
のお皿の横にサーモンいて、お、かわいい、あ、スクショ撮りたかった、かわいい、スクショ撮りたかった、じーたん、ありがとう、くまちゃん、かけじゅう、ごめんね、ちょっと手が汚くてスクショ撮れなかった、今撮っても大丈夫、スクショ遅い、うん、ごめん、元気になる、本当に、なんか自分では面白いと思っててもさ、人のツボっていうものがあるからさ、面白くなかったらどうしようって思っちゃう。できた？できた。じゃあさっきのお皿の中に置いて、今度だし巻き卵できたかな？わっ、くしー、お皿の上に置いて、次だし巻き卵もそのくらいに切ろうか。お皿を持ってきて。恵方巻きは中国地方でも昔からある、関東は最近、そうなんだ、でも家はあれなんですよね。サーモン寄せるか。うん。え、でも昔からでも食べてるかも。恵方巻きは。面白いと思ってたからこの道かな。本当に？いやなんかあれって書かれたから。この人のところ行こうかなって書いたから面白くないかなと思って、コラボかな、だからママ別をママとコラボ配信はね、サメさんと恐竜です、こんばんは、置いた？朝の上、どうしよう、手が進まないね、進みたくてバサッと置いて、ラーン、2種類だね、なんか人参にしか見えないんだけど、人参あるよ、大丈夫、じゃあ次すごい簡単にパンって切ってくればできる、まな板の上、じゃあもう一回ちゃんと撮ってな、え、どういうこと、明るく楽しく激しく頑張ってます、手がねめっちゃ魚臭いんですよ、人参の間、確かに大丈夫人参はちょっとね、いいかなみたいな、ありがとう、え、卵かのまでに、ありがとう、おやじいたん、そういうことだったのね、ありがとう、かけじゅう、ありがとう、卵からって生まれるんだね、かわいい、ありがとう、くまたん、かけじゅうだと 1.2 倍なんでしょ、詳しくないけど、なんだなんだ、え、なんかポイント数がタワー1個投げるとか何か1個投げるより 1.2 倍って誰かが言ってて、卵です、ちゃんと手洗ってるからね、そういうのは無視していいので、人参あるよ、そうだけどやっぱ気にしちゃうでしょ、人参いる、人参やだ、え、これでも卵短くない、そう考えたら、じゃ広げてみる、広がらない、うん、下手すぎていいよ、じゃあそれ縦に切る、7位になっちゃった、ということは取れた、取れた、あやじたん、ありがとう、 2.5 期生さんが始めたんじゃない、ひなさん、はじめまして、イベント中はタワーは1本でも3倍になるので大丈夫です、あ、そうなの、すごい、3倍かなあたん、かなあたん今、あ、のあぴちゃんが1位になってる、たーん、できます、え、こんぐらいの太さでいいかな、もうこんぐらいの太さでいい、やっぱさすが可愛い、まあまあこんぐらいの太さでいいって、あ、うん、うちのパパが時間がさ、今さ時間ないんだけど、10連は 1.2 倍、ありがとう、えんちゃん、あらかせ、ありがとう、 1.2 倍ってどんぐらい、頑張れ、仕事ね、ありがとう、やちーたん、ありがとうございます、自分なら12,000すごい、ありがとう、やちーたん、嬉しすぎます、こんばんは、え、ヒータンかわいい、ヒータン、ほら腕出してる、こうなってほしい、ね、腕出してる、腕出してる、いや、なんだろう、セクシー、みも二十歳になったらこんな感じの服着る、着ないよ、あれ、着てほしいな、着ません
でもまだ何年もあるから。えんちゃんハートありがとう。あとあれだね、レタスだけ。あとうん、これ晩ご飯うちまた食べてるじゃん。余ってるからだよ。余ってないよ。いいから、うん、別に4人分ぐらい作れるよこの量。1.2 倍の代謝は 500G 以下、 500G 以上は勝手に2枚。え、すごい、ありがとう教えてくれて。なのでみんな応援お願いします。レタスがないといけないね。うん、おいしい。椅子貸してあげようか。大丈夫？大丈夫。感じです。コメント見てる？どうしようこれ、うん、お母さん卵大丈夫？どうすればいい？お皿もだな。うん、別のお皿持ってこうか。お母さんへ、イベントって心のダメージがすごいのでいつもより温かくしてくれたら嬉しいです。ダメージある？あるよ。あるの？いやね、些細なコメントでもやっぱ悲しくなっちゃう。参加してなんぼなんじゃない？たけるくん、落花生ありがとう。だから、うん、違う、コメントとかで丸ギとかはなくても悲しい気持ちになっちゃうコメントがあるから。でも来てくれてるのにみゆの配信にコメントをなんかブロックすればいいじゃんとか結構軽々しく言われるけど、なんか来てくれてるのにそんなことはしたくないからってみゆは思うんだよね。はい。え、すごい細く切ったな。美味しそうでしょ。え、味大丈夫だった？の分量で。ん？完璧。え、うまいでしょ。1個食べる？大丈夫。あ、切れちゃった。待って、そこ一回キッチンペーパーでバーって拭いてレタス洗わないと。しそ、ジュンさんファイトありがとう。去年の今頃も配信してた。そうだね、配信ウィークでしたね確か。あれ2月ってオーディション決まった時だっけ？どうだったっけ？あれ2月が配信じゃなかったっけ？配信してたんだよ。そうだったっけ、うん、だってさ、決まってからもうどうしようか、辞退するか頑張るかって悩んでたよね。マジでギリギリまで悩んだけど。でも STU のオーディションも締め切り、そうマジで最終日に出したんですよ。オーディションの締め切りの最終日悩んでね。そう、ママで来ました。したらどうする？え、待って、やばいよ。なんだかんだ言ってできたね。いやだってみゆちゃんと時間考えながらやってるから、ね、あとレタスだけかな、具材。じゃあそこちょっと汚いけど、まな板拭いてキッチンペーパーでいいよ。ポッポッポッペンパ、ん？キッチンペーパーでバーって横にキッチンペーパーで入れて、じゃあ1回コーラチャージしていいかな。みんなに聞いたら一回ちょっとコーラチャージしていいかな。こんばんは、仕事よいしょ。まだ負けんよね、レタスが。私ね、シソ入れてほしい。ひなハートありがとう。シソ買ってきたき、シソ入れてほしい。ひなのさ、あの X 今日エゴサしてたら見つけたのね。あの私も見た。見つけたっていうか一緒に頑張ろうって書いてくれたので、そういうのを見たらわ、見て、頑張ろうって思います。見て、ありがとう。これ入れてほしくて買ってきたの。これえ、シソ？え、みシソの天ぷらしか好きじゃない。シソ使うの。あとシソユースしか好きじゃない。これには入れない。いや、私のには入れて。入れない。入れて。なんでね。自分で入れてください。え、自分で巻くの？私。巻きましょう、巻きましょう。日本は一生、一生卒業生、一生？一生はもうね、
見たことがあるね。一枚ずつ、一枚ずつ剥がしていくよ。さて問題です。レタスの栽培が一番多いところはどこでしょう。福岡。見たでしょ。はい、福岡レタス書いてありました。半分だけ剥がして洗ってキッチンペーパー。その切り方知ってる。え、わかんない。え、あるの切り方。今年はなんだっけ、ホクホク糖かな。見てみようか。え、言われた気がする。そうやってトゥン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 トそっちの、うん、そっち横、そのここか。勝手口見た方がいい。違う。何勝手口。あ、こっち、うん、もうちょっと。え、こうやって配信するの。こっちで絶対嫌なんだけど。谷さん、落花生ありがとう。ひろしさん、ハートありがとう。やっぱり ISTP っていうやつなんですけど、 MBTIISTP って、ミュー普段は、昨日見た、あ、6位まで450ポイント、皆さん450ポイントお願いします。お願いします。やっぱり、たまにね、ネガティブになるらしいんですよ。ISTP の T、A と T っていうのがあって、A だったらポジティブ思考だけど、T なので、ちょっとたまにネガティブになるんですけど。なんかそう、なんか、この間おかしかったもんね。ちょうちょうが。え、そう、なんか普段は自分の性格としてポジティブでいようっては思うけど、やっぱり ISTP っていうなんかもう MVTI だから思っちゃうんですよ。なんか学校行きたくない連呼してたよね。引っ張って連れてったけどね。たまになっちゃうから、そういう時はみんな優しく見守ってね。あ、洗ってください。キッチンペーパー用意して、皆さんお願いします。あと450で6位に戻ります。そう、食べるときはね、話しちゃダメなので、ちょっとかなっちんですけど。目標は？谷さん、ハートありがとう。目標って何？今日目標何になりたいの？今日目標3位になりたいけど、でもちょっと時間的に、え、どうしよう、どうやって切るのこれ。昨日の、洗ってって言った。キッチンペーパー用意して。でも、めんどくさいけさ、本数分ちょっと用意して。レタスいっぱいつけてシャキシャキしたいけ。それ1本分？トゥトゥルトゥルトゥ。キッチンさん、落花生ありがとう。何本分ですか。何がこれ、どうやって切るの。ねえ、キッチンペーパーで拭いてって言ってで、本数分レタス閉まっちゃうから。ありがとう。1枚しか使わないの。3枚ぐらい取ってって言った。しんさん、にじらの星ありがとう。そう、なんか他の人の、あれ8位になってるよ。あれあれありがとう、ひな。くまちゃん、ありがとう。かわいいかけに、ありがとう。あれ8位になってるよ。ありがとう。ないにな、6位。今日の目標どうしよう。何の内容。ありがとう、ひな。くまちゃん、プチ正規製のこれどうすればいい。え、下手食べる。どうするのこれで。ベタンってて、てやっぱりね。あ、くるくるさんとかヒータンに越されちゃったんだ。ま、誰かに越されたんだとか言わないでほしいんだけど。
じゃあもう無理なんだとか思っちゃうからやめて。じゃあ頑張ろう、うん、もう何も喋らないでほしい。じゃあここ行っていい？うん、いいよ。できる？できる。ママが喋ったらミエがどんどんネガティブになっちゃう。どうすればいい？向こう行っていいんでしょ？だからこれさっきから聞いてるじゃん、どうすればいいって。手で裂けばいいんじゃない？何か言えばかんの？レタスいらないなら切るよ。あ、これ冷蔵庫入れるって返して。どんぐらいこれ？待って、そんなに細かくしないよ。だから手でちぎればいいんじゃないとしか言われてないから分かんないんでしょ。そう、誰がそんなに。ふの先輩さん、誰もありがとう。よし、じゃあレタス返して。うわ、味しない。レタス取って冷蔵庫入れるか。ちょうだい。この親子会話は日常です。日常的にこう言ってるよね。谷さん、ハートありがとう。野菜がいっぱい、嬉しいね。ありがとう、スバル、ありがとう。わ、すごい、ありがとう。かけじゅう、ありがとう。に鬼さん、のくまちゃん、ありがとう。谷さん、300回目の方もありがとう。これからお見に来てください。これ大丈夫だよ。それ巻き巻きでしょ。なんだ正式名。巻くやつ。え、ありがとう、スバル。ちょっと見えてなかった。ありがとう。かけ10ありがとう。かけ20ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。めっちゃ嬉しい。これどうすればいいの？表と裏分かる。ヤンマーさん、ほら、ありがとう。え、これ匂いつかないの？竹の、これ本物の竹だ。洗うから大丈夫だよ。買ってきたけど。これでどうすればいいのかな。じゃあやってみていいかな。あ、7位になりました。ありがとう、ありがとうございます。で、っち、あ、置き方違う。こっち、そう。で、本当はね、その縫い目が手前のこと。まあどうしてもいいけどね。じゃあ今からめっちゃ元気に楽しむね。ありがとう。ハサミあるよね。のり引いて巻くよっていう。巻くよ。どうすればいい？のり、恵方巻き、今触れる？恵方巻き作ってますか？ちょっとしんどくなっちゃった。椅子貸してあげようか。うん。よいしょっと。コーラ入れとく。コーラ入れた方がいいかな。絵本巻き作ってます。見て、すごい。なんかやめてって言ってるじゃん。ありがとう、こんばんは。ヤンマーさん、ありがとう。落花生、はじめまして。頑張ってね、頑張ります。ありがとう。よし、ちょっとじゃあやるね。どうやったらみんなが楽しめるかな。どうやったら面白くなるかな。え、待って、そこ置いたら私映っちゃう。映らないよ。座ってやる？でもグッグッと押すと巻くときは立ってた方がいいから。ちょっと気持ち悪くなっちゃって。何してんですか？今は絵本巻き作ってます。したら糊引いて、こちら、これ口がない、口。
ブラブリさん、あとありがとう。ゾウニさん、はじめまして。ありがとう。ライさん、はじめまして。ユピョン、ハートありがとう。ゴノスケ、ゴーロクさん、落花生ありがとう。この海苔って味するのかな。よいしょ。様わかったよ。ゆぴょん落花生ありがとう。恵方巻きはもともと大阪のなんとか遊びだから、一般人のやる気ではないって。そうなんだ。でも言っちゃいけないかも。ゆぴょん鬼マスと福内ありがとう。頑張れね。海苔好きだよ。これ味する？なんか味する海苔とさ、味しない海苔があるじゃん。全然いつも買ってる。味しない。食べて。塩つけていいかな。それさ、ごま油とさ塩したら韓国のりになる。美味しいよね。いい音はする。 ASMR 向きですね、この海苔は。これから海苔ね。あ、そっか、ごま油焼いてもいいんだ。ごま油って塗って焼いたらちょっとうまい。え、塗って焼くの。美味しいかも。縮まらないの、海苔って。逆にパリパリする。うんうん。やっと料理終わったかってかが出てるよ。巻き寿司向きの海苔。なるほど。料理する気ないよ。あるよ。なかったらここに立ってない。一通り味見しましたね。味見しました。ガスメロンさん、落花生ありがとう。どうしても君が好きだ。本当かな。好きだ。先輩さん、ハートありがとう。ひろしさん、だるまありがとう。じゃあ、ハチさん、ハートありがとう。もぐもぐさん、フォローありがとう。うん。味しないからちょっとね、好きじゃない。あげる、誕生日プレゼント。いらない。そんな感じだっけ。みんなにあげたら。みんないらないって言われる。どうせ欲しいって人いるかもよ。いないよ。あちさん、日常の星ありがとう。あーなら欲しいかも。だってのりのあーなら欲しいかも。あーあーそう感じ。あとりさん、くまちゃんありがとう。もぐもぐさん、ハートありがとう。お腹すいたね。そうそう、巻いてみようか。今食べてる。ちょっと塩分取りすぎじゃない。だって味しないんだもん。いや、しょっぱいでしょ。
あれ先輩、あ、アニヘミオさんに死ぬのしありがとう。アニさんハートありがとう。ギリギリだと、うん、もうすぐ作ったら写真撮ってあげる、うんうん、これでどうするの？表と裏分かる？分かんない。目が見えんじゃなくて表と裏こっち？汚い方っていうかザラザラした方がテカテカした方が表。こっち？表ってどっち？見て。表ってさ、どういうどっちのどっち？キラキラしてる方が表。表って何？表こっち側からこの竹串さんから見て表なのか。巻くから裏面を上にして。ザラザラの方上ってこと？そう。やっぱみー頭いいからさ。で巻くから。あ、置き方が違う。逆。横線になるよ。違う、糊を動かす。そうその方が長いでしょ。確かに、うん、6位まで 57,511 ポイント応援お願いします。でご飯は平たく置くんだけど、友達なくなりできたのできてないんだよね。それもあってもうなんかしんどい。とりあえず巻こうか。ない頑張って。今ライバル少ない。え、そうなの？視力見せます。ケイシさんほらありがとう。スパル落下生ありがとう。じゃあご飯巻きすや。ご飯巻いて。落花生ありがとう。あのこっち側ん手前側に8割型ご飯乗せて。俺余ったらさ食べていいやつで、うん、8割型ご飯乗せて。こう。あ、そっち先っちょ巻くからダメよ。乗せないよ。こっち、うん、ママが今こっち一回ボンって置いてさ伸ばせばいい。こういうこと？やっぱ苦手かも。見る料理得意だと思ってたんだけど、それは自分で思ってただけなのかもしれない。ついちゃった。だって恵方巻きについてはほんまに初めてじゃっけさ、しょうがないみたいな部分はまああるよね。まだ足りないよご飯。難しいですな。ちょっと助けてって。その辺まで乗せたから、もうちょっとご飯入れて。むずい。この辺までご飯。スバルさん、マッティさん、落花生ありがとう。うん、分かった。分かったよ。パパ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 。無理しろを残して数名しおく。こんぐらい？うん。もっとすく危険？頑張ってチャレンジしてるの偉い。本当にもうミーは武器中だからこうしか。え、これ押していい？押さないよ。押しちゃダメ。平らにしていくね。じゃあ頑張って。やっぱちょっとね、変わったことがしたいというか面白いことしたかったんだけど。だったら友達と仲直りできるかなとか、今日ずっとそのこと考えてた。もうなんか連絡手段がないからさ、どうすればいいか分かんないんだよね。こういう感じ。え、これはうますぎだよ。え、ここじゃん。ここまでいいじゃん。いいよ。え、今ダメって言ったじゃん。まだダメ。なんかその人のさ、でかくない？やばい、やりすぎた。こう、うん、これなんか業者さんのやつだね。あ、業者さんはうまいよ、そりゃ。谷さんハートありがとう。す巻きのあの、す、あれが長いもん。
アルバトロスさん100回目の本もありがとう。キャリアさん落下生ありがとう。ありがとう。いて。そうだよね。いやなんか謝るのが一番とか言うけど、なんか自分が謝らないといけないって思ってないのに謝ったら、こっちも成長できないしあっちも成長できないなって思うし、あっちからミエが悪いわけじゃないからちゃんと全部を考えた上でね、ミエが悪いならそりゃすぐ謝るけど、ミエはあの正論を言ってそれでおかしいって言われただけで分かんないから、いい感じよ。 OK、 はい、じゃあまあこの話はもうやめます。じゃあ好きな風にレタスから。キャリアさん落花生ありがとう。レタスからじゃあいきますね。細い、これからこれこう、なんか違う、いいよ、この2個入れればいいのかな、うん、こんな感じでペタペタします。充電が20分になっちゃったのでちょっとごめんなさい。こう、うん、好きな風に乗せても好きな風でいいの。サーモン2個くらい、2本くらい乗せてもいいかも。具材は極力ね、再度ご飯余るようにしてね。見て、ひな顔さん落花生ありがとう。はい、ご飯を端っこって、あ、カニカマがないのか、なるほどね。あの真ん中に具材が来るようにしなきゃいけんけんね。こういうことだよね。そうそう、なんかサーモンいっぱいある中でもう一個入れてもいいかも。うん、知ってる、今入れようとしてた。ちょっと負けるかな、信じて。ダメさん、ハートありがとう。今ね、並べてる。シソいらん？シソいらない。つみゆの？いやの。あまりいっぱい具材入れすぎたら今度巻ききれなくなっちゃいます。それでいった方がいい。こう？うん。グッて。でそれをずらしながらググッと立った方がいいかも。難しいよこれは。押し付けながらグッてグッて手前に引きながら、はい、してでずらして、あ、そういうことか。そうそう、ずらして、のりをずらして、そう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 、もう絶対上半身しか映ってなくて気まずい。グッて、これいける、真ん中にいけるようにこう、うん、レタスいけるそう、それ大丈夫かな、いけるいける、グッと、え、めっちゃいい。え、でもご飯がそうかな、ギュッて、なんか体重かけてギュッてギュッて、え、待って、どんな感じか見せて、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、できたー、いいじゃん、美味しそうよ。さあ、それ何回も何個も作ってみて、いいんじゃない、切ってみてほしいぐらい。せいさん、ありがとう。真ん中に来てるかわかんない、結構。でも、無言で食べなきゃいけないか。佐々木さん、ほら、ありがとう。待って、クリミハット、ありがとう。天才どう出たのって。やっぱり。あ、いい子、美味しそうだよ。感じで。写真撮らなきゃいけない。なんか見た目がちょっと悪いですね。え、切ったらどうなんだろう。切っていいかな。切っていい、え、もう撮らんの。一回写真撮って、あの確認先にしてもらっとく。あ、そうね、うん、時間がねないので、ちょっと一回切ります。一回ちょっとで出そうか、包丁。あ、そうだ、え、半分で切ってたから良くない、細かくしなくていいよ。いや、ここはちょっと汚いから切りたいなみたいな。上手でしょ。じゃあちょっとそんなに細く切らないで。今18時50分か。地方飴はまあ次の時に作るか。待って、ずっとここが命だから、ここいらんくない。なる先輩さん、虹色の星ありがとう。あ、ご飯は真ん中に来てるからな。断面こんな感じ。半分に真ん中、ちょっと余り物食べるね。食べるのいいから真ん中切ってほしい。うまい。あ、味しない。あ、ご飯真ん中来てるかな、それが不安。来てなくても美味しそうだけど、
なる先輩さん虹色の星ありがとう。かねっちさん落花生ありがとう。じゃあ来年、今年から来年もみゆが作る？来年はいいかな。え、東京のまさみさん落花生ありがとう。なんでのりめしたに向けて切ったかな。こう、そういきます、運命の瞬間。待って待って、ご飯ついてるけど綺麗に切れないよ、ちょっと濡らして。ダメみたいってなってる、やっぱり私なんかこんな感じ、不安でしかない。いきます。さあ招待、どこだから、ここが真ん中だね。いきます。ギコギコはしません。一度歯が入ったらスーッと。どうだ、お前こっち一回目つぶってもダメ？ご飯来てない？こんな感じです。もう一回チャレンジしようか。もう一回ささっと作ろう、みんなに見せる。やっちゃった。え、でも上手くない？もう一回ちょっとやっていいかな。今日は今日、もう一回作ろうか。ナーツさん、ほらありがとう。中西さん、ハートありがとう。だけね、端のご飯が足りなかったかも、両サイド。なるほどね。じゃあこれはまあこれとして、じゃあもう一回作ります。もう一回ちょっとやっぱ X に乗せるのは、うん、綺麗なものがいいので。え、これどっちだっけ、こう、そうで、海苔もシャリは 220g 量った方がいい。え、そうなの、合格、本当に美味しそう、本当に美味しい、いらんってみんながでも言ったのであげないですよ。もうみんながいらんって言ったっけ、もうあげません。ほらありがとう、美味しそう、本当に思ってたより女性に来た。そりゃあね、まあご飯作るの好きだし食べること大好きなので、はい、ありがとう。いや、これあげません、もういらないって言った人間にはあげません、あげませんよ本当に。東京のまさみさん、おにわすと福あちありがとう。そう、本当に初めてのおにわそろい、ありがとう。本当だ、初めて作ったんですけど、まあ、成功に終わったということで。あいわさん、おにわせてありがとう。いやね、みんなが言ってなくても誰かがみゆの配信で言ったので連帯責任ですよ。あつしさん、落花生ありがとう。あいわさん、ハートありがとう。なんかね、多分米が少なすぎたんで、一回ちょっとさ、お米をさ、まさかの成功。いや、私は分かってましたよ、成功するって。内側、奥側の方がご飯少なかったかもね。いやね、やっぱりもうちょっとさ攻めた方が良かったね。手前を盛り上げて、手前盛り上げて、手前1分の3分の1あたりに、なんかさ、なんか数学系のことを書いてくれてるけど、3分の1はちょっと分かんないかも、頭悪いんで。数学系って、私ちょっと頭バカだからさ。いや、頭いいけど、頭いいけど、じゃあ潰さないよ、ご飯静かに。みやみゆに、みゆみたくやってるか、まあどうせ食べるのみゆとママとお姉ちゃんだしいいかな。なんかまた来た、ヤックンご飯食べた？なんかまだ、早く食べさせた方がいいと思う。いつも遅いよ、もうちょっと。大丈夫？うん、大丈夫。あ、そっか、まだ18時か17時か。ひろしさん、虹色の星ありがとう。ナムくん寂しいね、強い学校の靴。そうだよ、椅子があるって。私はそうやって育ってきたもん、連帯責任っていう言葉を毎日のように言われてたので。何してるの？みんな連帯責任で食べれません。今ね、作ってるんだよ、ご飯。パパにはない。パパはお仕事なので。明日帰ってくる？作ったら残しといてって言ってた。甘やかして、甘やかさないよ。絶対に。あ、そこ乗せないよ。もうちょっと残しとくんと。甘やかすことは絶対にしません。甘やかしちゃったらね、ダメだから。ひざまずきな、鬼なぞと福は内かわいいね。え、今日だけなのこれ。
だよ。今日終わったで終了。かわいい。ひざまずきな、ひざまずきな、たけねこさん、おにわさとふかちありがとう、あさめだふくさんありがとう、たかし、みっぽんスポーツマンだから連帯責任、そうだよ連帯責任で育ったからね、私はそういうのでしか生きてないから、そうだよ自分に厳しく人に優しく、あそうよね、迎えに行ってもなかなか来なくて先生に全員叱られたとか言って立たされてたよね。そうだよ9時までって言っても9時に終わることはない、10時くらいになったことあって、ね、いつも10時に終わったり、遅くて11時だったよね。でも先生の愛だよね、それが嬉しかったです。普通だからね、それが普通って思って育ってきたから。質問、じゃあ次いきます。こんな感じ、えめっちゃうまい今は。じゃあそう、ご飯出ないか、過ぎたら笑い話になっちゃう。いいから、ミュウの、ちょっとミュウの好きにやらして一回。まあ、チャンスはいっぱいあるからね。そうだよ、まだまだあるから。よいしょ、ここに、真ん中に来るように、まずここに、あの、海苔じゃない、これをやります。みんなに見せたら？待って、完成してから。そしたらまずここ、キュウリ。キュウリは1本。で、サーモンを2本にします。サーモンはこの美味しそうなやつをにします。寒すぎてしゃっくりしか出ない。姉ちゃんには下手くそなやつあげます。そうなん？うん。卵は好きなので。ここにどうしようか。こんな感じでサーモンを最後に1匹入れます。6位まで 47,365 ポイント。そうやればね短時間で完成するよ。けどなんか遅くっていうのは違うけど。結構マシマシだね今回。具材が負けるかな全部。ちょっとね。おいしそうなとして、ああなるほどね。いやそんなねどやる人間じゃないですよ。立つ？立ちます。今からちょっと真剣タイムだから喋れない。一回やり方覚えたら私うまいので。いきます。奇跡の乳頭。すごいよ切らんで。いきます。ショータイム。ここが家族の中で左利きはミーポンだけですか。お姉ちゃんも左利きです。けどお姉ちゃん両利きです、ね。もともと左利きでそろばん習って右利きもできるようになりました。お姉ちゃんは。私は。ギコギコはしません。自動歯が入ったらスーッと、まあ、目つぶってえ待っていいじゃない、わー綺麗、すごい綺麗、奇跡が起きました。ちょっとやばいけど投稿する？7時よ、8時まででしょ。みんな写真撮ってね。いやこれはいいね、力作うまい。え、それ無言で撮ってあげようか。あ、じゃあちょっと今
からちょっと写真撮りまママのスマホに写真撮ってもらいます。今からちょっと自撮りタイムをして X にあげる時間があるけ確認してもらって、やるやん、やるやんでしょ。え、どうしたらいい。ママのスマホちょうだい。よくできました、ありがとう。手綺麗、うん、綺麗、ありがとう。この背景そこでよくない、チッパー漏れてるチロン。どうしよう、ここでさ、ママがさ、あーどうしよう、まあ、方角しょうがないからこのまま食べようか。ここでさ、持ってくれてない、スマホ。え、私映らない、大丈夫、ここで。え、なおしっくりくる、確かに。え、どんなの、どうしたらバズるかみんなに聞いて。え、違う、じゃけみーは食べてるところを今投稿するから、ここを持っててほしいの、スマホでそれしてくれてらいいです。映らん、手がつっちゃう。いいです、いい、いい、これはこっち映って、うん、いいよ。そしたら321をつけますね。押せないよ。あ、写真になっちゃった、もう一回。写真になっちゃった。動画も撮ればいいんじゃない、動画。じゃあ一回食べてる動画撮ります。無言、無言で。いただきます。いただきます。口に入らん。願いを込めながら食べてるよ。
美味しかったです。ちいさんフォローありがとう。みーなーさん落花生ありがとう。ガニシカさんフックアウチありがとう。おにやすともありがとう。ヨーヨーさんフックアウチありがとう。どうしたらいい？おいち鬼だ逃げろ。わあ。どうしたらいい？あ、貸してそれ。ちょっと待ってよ、これさできるかわかんない。ちょっと待って、忘れてたままのでさ、設定あるかな。設定でこれ忘れてたよ。え、どうしよう。ん？忘れてた。ちょっとね。え、忘れてた。これどうしよう。しようね。え、どうしよう。これ消しゴム、どうしよう。え、どうしよう、もも。何？どうしよう、ちょっとやばいやばいやばい。これがついてた。何がついてた？その、これついてたらダメなんだよね。何がついてたらダメなの？うん、まあいいや。ないよ。まあいいや。じゃあさ、ママさ、うん、家がさ、うん、ここで、うん、あのこうやって座ってるから、うん、鬼は外で投げてくれん豆。今ダメなの？普通のカメラで？うん、そのさっきのやつで動画で、でも喋らないって。飛行機ありがとう。ひろしさんなるもありがとう。願い事、まあ願い事は秘密ですね。秘密書きつねさん、赤さんありがとう。わかんない、このカメラわかんない。逆にすんの？なにこれ、これじゃないよ。これで、うん、だってそっち自撮りになっちゃう。ちょっと待ってよ。太鼓さん、虹色の仕掛け地でありがとう。ハッシュタグともちさんハートありがとう。え、これどうやってやるんだっけな。高速フリピップ。え、なんかさ、これさ、このなんか見て、ママ、ママ来て、これこれついてちゃいけないの、マーク、このアプリの、うん、どうしよう、どうやってやるんだっけな。見えるのじゃないからわかんないよ。普通のカメラで。わたるさんハートありがとう。太鼓さんハートありがとう。ハッシュタグたまちさんだるまありがとう。カメラ分かんない。え、ありがとう。あ、取れてる、ありがとう。太鼓さん、鬼掛け字ありがとう。くまちゃんのお兄さんありがとう。ありがとうございます。ヨンダクさん、ハッシュタグともちさん、落花生ありがとう。ありがとう。お兄ちゃん、かわっち。え、どうやって開くのこれ、わかんない。普通のカメラじゃダメだな。いいけど、あ、あ、こうだ、これだ、これだ。あったあったあった。 OK、 これでちょっとミュウに豆投げてじゃあ皆さん定番のやつしますね、見ててね。じ
私喋っていいのかな。ダメ、声出さないで。だけあのミオも声喋らないから。大志さん、虹色の星ありがとう。銀歯あるんですね。ないですよ。前も言ってたよね。いい、虫歯ないよね。虫歯ない。矯正してたから虫歯できちゃいけなかったのでないですよ。おつぽん、はい、え、取るの。うん、ハッシュタグたまちさん、なんか何してた。あらま、もうそこ浮かんで洗わんといけ。ヘプロンね、奥に光ってる。まあないです。ここでいい。うん、じゃあちょっと撮ってもらえる。下が映っちゃうの。どうしよう。上こっち、あ、映る。大丈夫大丈夫、いくよ。投稿して。え、投稿してみてもらったの？いい企画どこが顔やめてあげて。だって本当に落花生だからね。落花生今言われても後の始末。じゃあこれあげるけど食べちゃう。みゆ14個しか食べちゃいけないよ。でもこれ後のがいいのに、ちょっと時間が、あ、そうだ、 X にあげる時間が体張ってて怖い。やばい、ちょっとあと10パーしかない。どうしよう。どうするの。待って、充電器ここ持ってくる。うん、ね、姉ちゃん、あ、姉ぷん、待って、ここ配信してる。充電器持ってこようか。あ、あった、ここできるよ。大丈夫だから大丈夫。ルミナー、アンランド。床やばいね。一瞬でまたちょっと充電があって 10% ってなっちゃった。ハッシュタグともっちさん、落花生ありがとう。んー、どうしようかな。
ってきたけど充電切る？うん。私のでいい？うん。一回さ、これマネージャーさんに送るとこさ、あ、文字打っていい？それをコピペすれば充電しながら配信できるよ。ねえ、なんか落下水いっぱいついてる宮の服に。ね、違う？はい。これちょっと映っちゃうけ、自分で刺してる。え、これあのこんな風に？ごめんね。イワシ食べる？イワシ大丈夫？イワシ食べよう。なんで先輩さん、アクセありがとう。ちょっと待って。今年は恵方巻き一から作りました。グッド。青い空とともに行こうよ。キッチンさん、ラッカセありがとう。イワシは食べるよ。食べに行けんの？イワシって、うん、今日の日、うん、うん、な初めて知った。こういうイワシの天ぷら待って、美味しい。来ました。鬼役、うん、なんていうか鬼役になったけど、いい行く年が越せる。年がなんて格好、なんて格好、なんて格好、なんて格好。何聞いてみた。なんで、なんて格好。偏見だけどベロなんですよ。2回です。顎ついてしまう。しません。え、どうしよう。イワシ食べる。頭が良くなるかも。いけるいける。あ、うん、もうマジでそれが拾ってほしい、うんうん、ラム君、ラム君食べちゃう。おいしい。でしょ。こんな多いね。イワシだもん。なんて文書けばいいかな。みんな、鬼が来たぞ。今年は恵方巻き一から作りました。鬼払ってもらってよみたいな。なるほど。追い払ってもらった。追い払って。日々に。こんばんは。隣に立っていれることで。ハッシュタグ、ハッシュタグ、グ。ハッシュタグ何つけようかな。STU48。なんか STU48 ってつけるハッシュタグめっちゃなんか嬉しいんですよね。自分が一員なんだ。タブスティーユーフォーティーエイト。こんな感じ。じゃあその中の待機かわいいでしょ。こんばんは。ふーさん、ほらありがとう。先輩さん、だるまありがとう。みんなイベントに参加してるので応援お願いします。少数だけにいつまでもその気持ちが冷めないように。確かに。なんて書こう。今日って何日。その3日、3日
んだっけ、恵方巻きじゃなくて恵方巻きと、え、何なんてかこう、あ、節分、節分でいいかな感じで。じゃあこれで、これじゃあちょっと一回ちょっと確認をしないといけないので、マネージャーさんに一回ちょっと一回ね配信ちょっと止めます。でも切らないのでみんな待っててね。鬼はちょっと見はうちひろしさん虹色の星ありがとう、スポン。うん、あ、か、カスメロンさんハートありがとう。じゃあ恋箸を食べていきます。質問っぽいのでいただきます。もっうまい。あんまりミュって言わない気がする。トミポ確かにミュって呼んでもいいんだよ。とりあえずもう今はいいかな。チピチピチャパチャパ。なんか奥さんがさ猫ミームってやつやってたの、マジで可愛い。猫ミーム最近ね流行ってるよね。ハッピーハッピーハッピー、マジで可愛い。あだ名でもいいけどミュって言った方が親近感湧くよね。お、7位まで16,884ポイント、応援お願いします。ミュ今やってる。ハッピー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 。ハーマキは手作りしてる自信なかなかいない、なかなかいないよね。猫ミューって言うんだよ。ミュッポン買いすぎ半端ない、ありがとう。ハッピー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 。ちょっとじゃあ恵方巻き食べたいけどさ、飲まじゃないといけないけど、ミュって呼ぶのは僕だけがいい。付き合ってるし、付き合ってるもんね、そりゃそうだよ電脳さんハートありがとう。こんな何もできない人間でいいんですか。料理もまともに作れないよ。レナさんハートありがとう。初めましてじゃないでしょ。ハッピーハッピー。恵方巻きは作れるけど恵方巻き以外何も作れない。毎日ご飯恵方巻きでよ。だったらあ、食べちゃっていいかな豆。バクさんハートありがとう。ニッポンと一緒にいるだけで満足でござる。本当ですかござる、本当かござる。まだニッポンをベッドにしたい。ベッド、ペットまだ人生で浜木使えたら偉い。本当にえみゆさんお休みモードにしとるけ。ちょっとこれやばい。お休みモードにしとるけちょっとわかんない、どっち切ってるか。年中無休で休みモードなんですよね。え、なんかさお休みモードにしてないのに勝手になってるんです
なんか海の人も多分壊れてるんだけど、前も言ったけどなんか急に忘れ物になっちゃったりしちゃう。食べ倒立はできますけど、食べ倒立しか逆にできないんですよ。やっぱドッグフード食べれるでしょ。ドッグフードしか食べれないよ。えちゃんの毛たわないよ。でもタワーよりもなんかみんなが来てくれてるっていう価値があるものがあるから、そんな言い方はしなくてもいいかも。言うの悲しいかな、言われたら。タワーなんてなくてみんなが見てくれてるし、みんなが今こうやってさ、ミユに夢中になってくれたらミユもそれでいいって思うのね。だからそういう言い方はしないでほしいかなって思うかも。あ、間違えた、ミユだった、ミユだよ。ミユのスマホ寝坊好きなんかな、そういうこと。ペラッと食べましたよ。来そうですね。でもこっち食べたいんだけど、もう一個あのね、喋っちゃいけないじゃないですか、食べ始めたら。てかちょっと後で食べたいなと思います。天皇さん、中瀬ありがとう。ごめんなさい、大丈夫だよ。ちょっとじゃあ X の特攻をしてきます。一回また一回ちょっとぐるぐるなるけど待っとってください。レナさん、キウイのラクロさん、八位キツネさん、七位チャンタさん、六位ヒナ、五位アツシさん、四位リカさん、三位ダイコさん、そして二位アヤジータン、一位はスバリでした。ポン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 。今日も配信見に来てくれてありがとうございました。明日も頑張りましょう。思い切って教科書ぐらいの枚数、本当に勝ち、スバル、それは嬉しい。ありがとうありがとうありがとう。みんな明日もお待ちしております。明日お話し会お待ちしております。そしてお7位まで1700、ありがとう。